ダスキン福山のお家が綺麗なら心も綺麗。皆さんこんにちは、ダスキン福山の高橋です。ダスキンといえば皆さん何でしょう。はい、ダスキンモップです。今日はこのダスキンモップの踊るべき秘密について実験をしてまいります。それでは宇佐美さん、よろしくお願いします。はい、ダスキン福山南座支店の宇佐美です。埃を舞い上げず、アレルギーの原因となるアレル物質を抑制するダスキンモップですが、市販のペーパーモップとどこが違うのでしょうか。今回はペーパーモップとダスキンモップを使ってホコリの吸着実験をやってみます。まずは透明な容器にダスキンのモップと市販のモップをそれぞれ入れ、ホコリの代わりにベビーパウダーを入れてしっかりと蓋をします。準備 OK。 しっかりと振ります。シェイク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 。残り具合を見るために後ろに黒い紙を置いて様子を見てみます。まずは市販品、ベビーパウダーが容器の周りにくっついているのが分かります。次にダスキンモップ、ベビーパウダーが容器に残っているように見えません。吸着剤によって一度取ったホコリを逃さないので、お掃除の手間も省けそうですね。お掃除をする場所によって使えるところと使えないところがあるので、用途によって使い分けてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もまた見てくださいね。